皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリ五輪、スケートボード男子ストリート決勝。29日、コンコルド広場。五輪連覇を目指した堀米優斗が、5回目のトリックで大技を決めて、相逆転で悲願の2連覇を達成した。写真、神がかりの堀米神々しいガッツポーズでさらなる興奮を呼ぶ。白井は1回目のランで90。 11点のハイスコアをマークし一時トップに連覇を目指す堀米も1回目で8990点をマークしたそれぞれ2回目はミスもあったが高得点でトリックに進んだトリックでは堀米が失敗が許されない5回目に978点を決め大逆転でトップに立った直後にガッツポーズで大興奮高得点が叩き出されると会場は大歓声に沸いた 281、14点でトップに立ち、最後は逃げ切った。堀米は五輪出場をめぐっても、最後の世界最終予選で大逆転で切符を手にしており、神がかった勝負強さに日本列島は沸騰。鳥肌が立った、すごすぎる、こんな声を出したのはいつぶりやろ、すげえ日本が歓喜で揺れたと、沸き立っていた。どう思いますか、気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。